Bonjour! オンラインフランス語学校 Ensemble en français 講師のヴァネーサです。今日もとても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。今日は遊園地に行こうと思ってたんですが、遊園地が閉まってるそうです。ジェットコースターにすごく乗りたかったんですが、仕方ないですね。そうだ、仕方ない、どうしようもない、というフランス語の表現をご紹介しますね。Je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Je n'y peux rien.私はそのことに対して何もできないという文章で、しょうがない、どうしようもないという意味で使います。遊園地が閉まってたら、もうどうすることもできないですもんね。また今度行きたいと思います。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、Ensembleのレッスンでお待ちしています。Au revoir! À bientôt!